皆さんこんにちは皆さんの心のサポーター小端盛代ですいよいよ原理講義前編も最後のキリスト論に入ってまいりますキリスト論ここも少し難しい話になりますけれども大きくテーマは3つありますイエスは一体何者だったのか神なのか人なのかこれが第一のテーマです 第二のテーマイエス様は新しく生まれなければ神の国に入れない神聖ということを触れました新しく生まれるってどういうことなのかこれをキリスト論で扱っています。第三点目三味一体論神ととイエス聖霊この関係は一体何なのかキリスト教でも難問とされてきたこのテーマを ムンソンミョン先生が踏み込んで行かれました今日はその中でまず第一点目イエスは何者かこれに絞って考えてまいりましょうイエス様は神なのか人なのか実はイエス様が亡くなって300年ほど経った AD325 年ニケア公会議というのがありましたこの時イエス様は神様そのものだ しましたそれに対してアリウサ派というのは「いやいやイエス様はどう考えても人間だ神様に近い存在ではあったけれども神に類似はしていたけれどもどこまでも人間だ」そのように主張して真っ向からぶつかったのです。アタナシオサハが イエス様は神様そのものだと主張した聖句がありますので紹介してまいりますまずはヨハネによる福音書14章9節イエスは彼に言われたピリポよこんなに長くあなた方と一緒にいるのに私が分かっていないのか私を見た者は父を見たのであるどうして私に父を示してほしいというのかイエス様は私を見た者は父を見たのである この発言を見てイエスは彼らに言われた「よくよくあなた方に言っておく」「アブラハムの生まれる前から私はいるのである」ここでイエス様は「アブラハムの前から私はいる」「アブラハムというのはイエス様の2,000年も前の方です」。 それよりも前ということはイエス様人間じゃないやっぱりイエス様神様だこのように捉えましたあともう一つヨハネによる福音書1章10節彼は世にいたそして世は彼によってできたのであるが世は彼を知らずにいた世は彼によってできたつまりイエス様は創造主だ イエス様がこの世の中を作ったということはイエス様は人間じゃないこのように捉えましたしかしアリウス派にも言い分がありますイエス様が神様だったら一体いつも誰に向かって祈ってるのかゲッセマネの祈り十字架上でわが神わが神なぜ我を見捨てたもうたかイエス様が神様だったらなぜそのような祈りをする必要があるのかこのようなことがぶつかり合ったのですしかしこのニケア公会議の結論は アタナ少佐が勝ちましたそれゆえにイエス様は神様そのものだという意見がどんどんと強くなっていくのです歴史の中では AD451 年カルケドン会議というのがございますこの時最後どのようなことが言われたかイエス様は何者かイエスは神かつ人であるイエス様は 神様そのものであり、人間そのものだ。神聖を持つと同時に人としての性人生を持つ。イエス様は良性を併せ持った方だ。神かつ人どういうこと？しかし、キリスト教ではもうそこが最終決着なのです。これについて、ムンソンミョン先生は統一原理の見解を示していかれました。 結論から申します統一原理ではイエス様は神か人か結論はイエス様は人だと言うのですイエス様は人間として生まれてきたしかしそれは堕落した人間とは天地の差であるイエス様は創造本然の人間として創造目的を完成する使命を持ってこの地上に生まれてきたというのです 私を見た者は父を見たのであるとイエス様は言いました創造目的を完成した人間は神的価値を持つ神様と完全に一つになる価値を持つまた個性心理体の観点から言えば唯一無二の価値を持つまた人間を標本として全宇宙が作られていることを思えば天中的価値を持つのが創造本然の人間。 先ほど紹介した聖句で世は彼によってできたこれはイエス様が創造主だという意味ではなく彼によって彼を標本として彼をモデルとして世の中は作られたそのような意味だというのです。あともう一つ聖句を紹介しました。アブラハムの生まれるる前から私はいるんだこれはどのように解釈すべきでしょうか 神の血統を持つ子女ということを考えればイエス様の方がアブラハムよりも先だと言うのですアブラハムといえどもサタンの血統に生まれてしまっているイエス様が先に神の血統の門を切り開きアブラハムはそれにつながってくる存在だこのように解釈できるというのですでは大きな2番目神聖というものについて考えてまいりましょう 残念ながら時間がやってまいりましたまた次回学んでまいりましょうまたお会いしましょうありがとうございました